暁にはまたよろしくみたいな。すごいコラボだよ。日本に来ると思わなかった。まあ、ミーチューの部分は、ここは閉鎖とか。今は前よりも、それで再開するかなみたいな。だから日本と今の人はすごく密接なことだね。一般公演に、ね、勉強してるから、需要あるんだね、ビジネス用企業として。でも制裁でアメリカの制裁で終わりだね。基本的にほら日本の制裁についてアメリカの声ですね。こんにちは。
ていただいて、企画者の林と申します。今日はよろしくお願いいたします。ですね、こちらの今映像、あれ出演者で違う人の名前出てるって思われた方もいると思うんですけども、この映像はですね、実は、3年前に、復興支援コンサートという、そちらにですね、市民会館というか大きな東大和のホールがありまして、そこで、コンサートをやらさせていただいた時の映像なんですね。でなんで、あの映像を今ここで流したかといいますと、3年経って、いろんな状況も変わってきてるんですけれども、今日実はですね、気仙沼から大雪の中、出演者として、来ていただいて、どうぞ、ぜひね、気仙沼の方、来てくださった気仙沼の方にもこういうコンサートがありましたっていうのを見ていただきたい、見ていただきたいっていうのもあり、この映像を流させていただきました。あまり固い話をしてもあれなんですが、この震災、もうこのコンサート自体も3年前で、もうすでに5年を経とうとしてまして、だいぶね、風化してきて、僕は音楽教室やってるんですけども、生徒さんの若い子の中にはね、震災って知ってるって言うと、知らないっていう方もいるぐらい、だいぶ風化、東京の方では風化しちゃってるのかなと思えるところもあったりして、なおさら、どんどんこういう企画をして忘れないでいてほしいなということで、今回こういう企画をやっております。で、このね、気仙沼の、方のね、お話で、すごく気になったお話があったんでちょっとさせてください。気仙沼ではね、ごめんなさい、気仙沼っていきなり気仙沼ってよくわからないと思うんですけど、僕の場合はたまたま、気仙沼の方の復興をしたいっていうことから気仙沼から入ってるんですけども、もちろん東北の方の支援をしたいということでやってるんですね。で、気仙沼の方、どうぞ、気仙沼のね、ある方のお話なんですけども、たわいのない話なんですが、昔若い頃にあの海岸でカップラーメン食べたよねとか、昔電車乗って高校生の頃に駅でね、待ち時間の間にカップラーメンを先輩に頼まれて買わされて、で、買ってきて帰ってきたらもう電車がなかったっていう話をね、しているのを聞きましてというか、ありまして、そういう話がありまして、でも今その場所に駅はもうないんですよね。電車は通ってません。で、じゃあ何やってるの。大きなスーパーテーブルっていうのを作ってるそうです。まだ僕見てないんですけど、とんでもないものを作ってるそうです。で、もちろん賛否両論だと思います。あった方が命が助かるっていう方もいらっしゃるし、でもそのさっきの話じゃないですけども、ふるさとの思い出がその堤防にあってなくなってしまうっていうお話を僕はすごく引っかかったんですね。もちろん賛否両論なんですけども、これでいいのかなってすごく思います。あの堤防、僕すごくオーバーラップしたのがベルリンの壁なんですよね。すごくあれ思い出します、僕は。で、あのベルリンの壁を壊すきっかけになったのは実はミュージシャンだそうです。デビッド・ボーイ、亡くなっちゃいましたけど、あの方がベルリンの壁の前でコンサートをしたそうです。で、壁の内側の人に向けてじゃないんですよね。外側の人、見えない人たちに向かってやったそうです。その時に若い方々がそれを聞いて、で、このままじゃいけないって思って、最終的にあの壁がなくなったっていうことを聞きました。僕はそのコンサート、その音楽をやった先輩、大先輩ですけども、すごく誇りに思ってます。なので僕も音楽で
こういう形でやらさせていただければと思っています。今日はよろしくお願いします。では最初に、奥様ズよろしくお願いします。